おはようございます。今日は5月3日金曜日でございます。ちょっと祝日になりますので、今日は日本が休場ですね。朝6時の相場解説なんですけども、連発して介入が入ったと思われる動きがありまして、で下落がドーンと進みましたね。でその下落が今日は止まったんではなかろうかっていうところをちょっとね、解説でお伝えしていこうと思います。ご覧いただいているデイリー、日足の方はどうでしょうかね。一応これで下に対する動きは止まっていったんじゃないかなと思いますんで、153円を割ることはなさそうです。それを今日はね、緩やかに見ていきましょう。で、特に今日はエントリーする必要はありませんけども、徐々にテクニカルに戻って、そして翌週につながると思います。で、4時間の方行ってみましょうかね。4時間の方ですけども、ご覧のように、介入がドーンと入る、そして追加の介入が入る、で追加の介入の方で詐欺が止まって、同じところでヒゲ先を出して、今この流れっていうのがね、収まりつつあるってことですよね。伸びつつあった陰線もここで伸びをとどめて、下ヒゲを大きく出してますんで、止まったんではなかろうかというふうに判断することができます。プラスこちらのヒゲ先と同じところで今先っぽを作ってますんでね、ここまでじゃないかなと思いますね。はい、これが1時間軸です。面白いでしょう。だからこちらのヒゲ先に合わせてってことですから、ただもともとはね、この売りが起きた後に半値戻しがあって、第一仮説はその勢いのまま移動平均線を渡りきって上昇トレンドにすぐに復帰してしまうっていうのが第一仮説でした。第二仮説は今度買われすぎで戻っていく流れが起きて、そうは言ってもまた買いが入って売りが入って収束していってブレイクでどっちかへっていう動きでしたね。これが予想できたわけですよ。で、3つ目は短期的な下落がしばらく続くってことだったんですけども、これはちょっとね、私は視野に入れてませんでした。結局それが起きてしまって、で同じところで止まって今上昇に向かってるところなんで、これが今後ね、乗り切って上昇トレンドにそのままスッと向かっていくのか、もう一発ぐらい、こっからね、移動平均線に押されて、下に行くみたいなことがあって、そして、3点底を作った上で、上に、ドーンとブレイクするって流れなのかってこともね、見て取ることができます。これが今日中に起きるかどうかわかりませんけども、こういうふうな動きの、どれを踏襲するのかを今日、ゆっくりと見ていけばいいと思います。たびたび、見に来る必要はないと思います。それこそね、今回、今6時に相場解説してますけども、特別なことがない限りは、今日は私の方もね、あとはまとめの相場解説を夕方に譲るぐらいにしておこうかなと思います。なんせ今日はね、日本休場ですし、それから介入が連発して、起こった後なんで、今日は穏やかにテクニカルに戻るのを見守っていればいいのかなと思います。で、ほとんどの方はね、今日から3日、4日、5日、6日と4連休を取ればいいんじゃないかなと思います。で、5月は7日からしばらくはテクニカル通りに、ずっとね、今月は持っていくと思いますので、途中カレンダーを元にした材料を気にしていかなくてはいけませんけども、それぐらいでね、もうしばらく介入に怯えることはないと思います。というのが、なんだかんだで160円から153円ぐらいのマーケットをもうね、世界が容認したわけですよ。152円の防衛ラインっていうのはありましたけども、もう152円で収まりがつかない、そんなフェーズに入ったってことでしょうね。だから今度また160円ぐらいに行くようでしたら、場合によっては介入があり得るかもしれませんけども、それまではテクニカルで私たちは利益を積んでいきましょうってことになります。4連休過ごしてください。私の方はね、普段と変わらずに相場解説をお送りしますけども、エントリーするタイミングは土日もありますし、この4日間、7日から再開ということでいいんじゃないかなと思います。それでは、今回は以上です。